こんにちは、緑川です。今日はね、残りゲートを集めているんですけれども、グラニースクエアを編んで、そしてね、長めのベスト、はい、チュニック丈のね、ベストを編んでみたいと思います。どうもね、去年からとってもね、グラニースクエアが流行しているようなので、よくね、ネットでも見かけるようになりました。私もね、編んでみたいなと思うので、このようにね、使いかけの糸とか、一つ残ったもの、二つ残ったものなどをね、集めてみました。はい、もっとね、在庫があるものもあるんですが、とりあえずね、半端も集めてみました。で、まずね、こういうケイクのような糸、カーディガンの残りとかになります。それからダイソーさんのシフォンケーキのレインボー、こっちがね、なんだっけ、カラフルジュレ。あと、湯沢屋さんの前のね、ケイトでキャンディーカラーミックスね。それから、あとはね、こう、多分ね、湯沢屋さんの新しいタイプの、カラフルクリーンとかね。はい、こういう、残りゲートとか、はい。あとは、普通のね、波太毛糸ですね。ダイソーさんのアクリル波太とか、そういうものの、はい、残りなどね。だいたい波太程度、いろんなね、ものが混じっています。七色彩色とか、ダイソーさんのアクリル波太とか、湯沢屋さんのアクリルの波太などです。はい、そしてね、こちらで、グラニースクエアを編んでいきます。ではね、3段なんですけれども、色がね、どんどん変わっていった方がよくて、わかりやすいね。はい、糸を選んで編んでいきます。それからね、3段目までをこういうね、残りゲートなどで編んで、4段目はね、共通でこちらのね、ダイソーさんのメランジテイスト、687番のベージュをね、4段目に使おうと思っております。アクリル 100% 60g 108m になっています。メインのね、お色という感じに、こちらをね、4段目に使います。はい、こちらがね、今日編みたいモチーフなんですけれども、今日はね、前編となります。はい、今回ね、ちょっと編む枚数が多いので、私もちょっと日にちがかかるので、今回のね、ロング丈のベストは前編後編に分けさせていただきます。今日は前編でね、こちらのグラニースクエアの編み方、一回もとじ針を使わないのに一段ずつ色を変えていく方法を、はい、今回はね、丁寧に詳しくお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、ではね、グラニースクエアを編んでいきます。かぎ針は、8号5ミリを使います。まずね、最初に鎖編みを作りますが、このね、尻尾さんが5センチぐらいになる感じで、ここにね、最初の鎖編み、はい、作っておきます。キュッと絞ります。この尻尾さんね、5センチぐらいで大丈夫です。それではね、鎖編み5目編みます。1,2,3,4,5、5目編んだら、はい、1目目に針を入れて、1目目のね、上半目、そして上糸をかけて全部引き抜きます。これでね、作り目ができました。ではね、ここから長編みでグラニーステッチです。長編みの立ち上がりでいたします。説明動画がありますので、初めての方は動画下のリンクから説明動画をご覧ください。はい、一つ編んで、尻尾さんを包みながら、まずは長編みを3本編みますね。はい、3本編んだら、1目目の頭、これとこれですね。はい、マーカーをつけておきます。立ち上がりの目も入れて、長編みが3目できましたね。はい、ではね、進みます。角にね、鎖編み3目です。1,2,3、はい、そしてね、続けます。長編み3目、鎖編み1,2,3、はい、長編みを3目、
して、鎖編み1、2、3編んで、はい、そしてここにね長編みを3本編んでいくところなんですけれども、ここでね、ずっとこの色でいい場合はね、もちろんこのまま続けます。はい、段染めの糸を使っていたり、この色が好きだからこれを使うと場合はね、このまま続けるんですが、次の段でね色を変えたいなという場合にね、はい、このね、角の次長編みを編むっていう時にね糸をねカットします。で、私はね大体ね45センチでカットしますね。はい、およそで大丈夫なんですけれども、45センチ、はい、45センチ残してカットしました。鎖編み3目が終わって、次に長編み3本編むというところのタイミングでね45センチでカットしました。そして色を変えたい場合はここでね次のこの糸でねマジックノットをします。マジックノットはね別途説明動画がございます。動画の下の説明欄にねリンクがいつも貼ってあります。どうやるのかなと思われる方はね、ぜひそちらの動画で、はい、詳細をねご覧ください。とっても簡単でね丈夫で外れない編み方、あの結び方で、これからね毛糸編む時期には大変便利なので、ぜひね覚えていただければと思います。とっても簡単です。はい、結びこぶをね固く締めておきますね。収縮させておきます。そしてねこのようになりましたね。1センチぐらいですけれども、これね際で切っちゃいますね。そうすると糸始末もしなくていいし、糸のロスがたったこれだけで済むんですよね。1センチずつ、はい、それでこれで続きを編んでいきます。はい、ではね最後の長編み3本をまずね編みます。はい、そしてねここで、最後の角がやってきましたね。最後は鎖編み1、中長編み1で終わります。鎖1をして、はい、そしてここでマーカーのところで中長編み1をして、終わります。はい、このようにね終わることができました。真ん中の尻尾さんはキュッと絞っておきます。はい、このようにね終わりました。ではね2段目に行きます。このままこの角に長編み3本から始めますね。はい、はい、鎖1、ここでね鎖1をしました。そして次の角です。長編みを3本、それからね1目目にはねマーカーをねつけておきましょう。はい、長編みで立ち上がった目の頭にねマーカーをつけておきます。そして角は鎖3、同じところに長編みを3本、鎖1、はい、角に針を入れて長編みを3本、鎖編み3つ、はい、同じところに針を入れて長編みを3本、角はねこのように333と覚えます。ずっとね同じです。はい、そして鎖1、はい、最後の角です。鎖3、同じところに針を入れて長編みを3本、はい、鎖1、そしてねこのようにここまで編んできました。そしてね3段目に行くときにまた色を変えたいなという場合はこのようにしますね。ここでまたね45センチぐらい大体でいいです。はい、3段目を変えたい場合ね、
買える買えないはね、各自、はい、ご自由です。はい。はい、45センチでまたね、カットします。はい、そしてね、次に入れた色をね、持ってきますね。では、このね、黄色っぽい、オレンジ、はい。オレンジ好きなのでね、オレンジにしてみます。硬く絞ったら際でカットしますね。はい、はい、ではね、2段目の続きをしたいたしますね。はい、ではね、この最後の角です。長編みを3本、はい、そして前と一緒です。鎖1、中長編み1度割ります。マーカーを外して針を入れて、中長編み、はい、このようなね感じになります。だいたいね、この辺りでちょうどね切り替わりが来るんですね。はい、ちょうどねここで言うと、この鎖位置を編んだ後に45センチ残して水色をカットして、オレンジとねマジックノットで結びました。このようになります。ではね、同じように3段目です。3段目ね、この途中まで編みますね。長編みで立ち上がります。はい、同じところにね、あと長編みを2本です。はい、1目目の頭にはマーカーをつけておきますね。こことここです。はい、このようなね見た目になりましたね。そして続きをいたしますね。鎖1をしたら、鎖1の前の隙間に長編みをね3本です。はい、角は333でしたね。ではね、このようにしてこの辺りまで編んできますね。はい、3段目もね、ここまで編んできました。今ね、長編み3、鎖1まで編んでいますね。最後にここに長編み3を編んで角を編んだら3段目が終わりというタイミングです。はい、前と同じです。そしてここでまたね、はい、45センチぐらいでオレンジをカットします。はい、3段目はね、自由に色をね配色しますけれども、4色目はね、基準になる先ほどのご紹介したメランジテイストのベージュを使います。はい。はい、またね、45センチでカットして、こちらね、ダイソーさんのメランジテイスト名刺です。これを全部の、クラニースクエアにはね、全部最後の4段目だけはこのベージュでね、編みます。内側の3段はね、全く自由に編んでいただいて大丈夫です。お好きな配色でね、編んでいただければと思います。そして今日はね、秘密の奥義、はい、マジックノットつなぎを、はい、伝授しております。これね、なんとかね、糸を変える時の
閉じ針の煩わしさから解放されたいなと思いまして、はい、頭をひねって、はい、内径を絞ってまたね、考えてみました。はい、こうやってね、キュッと絞って、際で切ってしまいます。はい、ではね、3段目の終わりをね、編んでいきます。で、ここね、最後に長編みを3本編んで、はい、そして鎖1と、はい、ここですね、中長編み1で終わりますね。はい、このようにね、いい感じで終わることができましたね。はい、コブがね、ちょうどここに来ました。ではね、はい、これでね、最後の段です。編み方は同じなので、はい、最初の角まで編みますね。はい、1,2,3 編んで、鎖1、そして次の隙間に長編みを3本、鎖1、はい、角は333でしたね。はい、ではね、3段目と同様にね、編んでいきますね。終わりの方まで編んでいきます。4段目のね、終わりの方まで編んでいきました。そしてね、これで終わりになりますので、最後はね、鎖編み3目編んで引き抜き編みをいたします。はい、ではね、ここで角のために鎖編み1,2,3編んで、はい、裏に向けてマーカーをしているところ、はい、ここですね、ここを少しキュッキュッと穴を開けて、1目目の長編みの頭の2本に針を入れて、ループをかけてループを後ろへ連れてきます。そしてここで上糸を1回かけて切りますが、はい、切るときね、ここの長さなんですけれども、そうですね、6センチぐらいで、はい、いいと思います。6センチ、はい、そして引き抜きますね。はい、絞りました。表から見るとこのようにね、鎖編み3目と長編みがあります。はい、そして、これからね、糸始末なんですけれども、とじ針でね、もちろんしていただいて大丈夫です。とじ針の場合はね、これだとちょっと短いですが、今日はね、あのとじ針ゼロでやっていく方法で、こんな風にね、かぎ針でやっていきます。同じかぎ針でもいいですし、ちょっと細めを使ってもどちらでもいいです。やりやすい方でね。で、この1目目から頭の2本の下から糸を連れてきて、そして頭の下から裏に出して、はい、こんな感じで頭の下を通りました。その後このままね、かぎ針を使ってこの糸始末をね、していきます。はい、慌てずに通していきますね。はい、とじ針でいつもやっていることをかぎ針でするという感じです。こうすると短い尻尾さんでもね、糸始末ができるので、こういう方法もあるよということでご紹介しています。はい、糸の繊維を割り込んでというのはね、針の時と同じです。はい、そしてこのようにね、これで終わりますね。それから後ろの尻尾さんは、
鎖編み5目の後に一周編みくるんできましたので、キュッと絞ったらこのまま切ってしまいます。ということでね、今日はとじ針を使わずにグラニースクエアをこのようにね編んでみる方法をねお伝えいたしました。はい。で、このね寸法ですが、およそね 13.5 センチです。はい、13.5 センチ。はい、私の基準はね、13.5 センチに今回しております。そして、他にね、編んだものがこちらにあって、今日はね、先ほどね、示した場所のところから45センチのところでカットして繋いできましたね。そしたら、ちょうどいい具合に、はい、色がね、変わってきました。そしてね、こちらが、40センチで切ったときに、次の色がね、こう、前倒しで来たんですよね。はい、ここもね、40センチでカットしたら、次の糸がこう、1本ね、入ってきたんですね。で、これで修正をかけました。はい、それでね、だいたい45センチっていうのが分かったので、そのようにしましたら、このようにね、綺麗に、はい、分かれました。はい。で、いろんなパターンがあっていいと思うんですけれども、はい、これはね、1段目と2段目がね、続きです。はい。たまたまここで色が変化して、ピンクから始めたら、2段目にオレンジがすぐ来たので、1段目、2段目は切らずに編んで、そしてね、3段目と4段目は先ほどのように編みました。はい。でね、こんな感じです。これもそうですね。1段目と2段目がたまたま色が変化してくれたので切らずに編んで、3段目はね、先ほどのように、タイミングを見計らって45センチでね、切って編んだらこんな風になりました。はい。こちらもそうですね。2段目まで一緒で編んだものになります。はい。という感じで、はい、いろいろね、パターンがあっていいかなと思います。このような感じでね、できております。そして、どれもがね、私の場合は 13.5 センチになっています。はい。ということでね、今日は、グラニーステッチの、はい、今回の、ロングベストについてのね、編み方について、はい、とじ針をね、いかに使わずに編むかというところに焦点を絞ってお伝えいたしました。で、今回はね、冒頭にお伝えしました通り、ここまでで前編の終わりとさせていただきます。後編では、繋いでね、ベストに仕上げていきます。ぜひ、次回の後編も、ご視聴いただきますようによろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴くださりありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。みのりかわでした。